はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15チャプター15おまけパート、またやっていきます。今回はこのフォッシオという洞窟の脅威を倒しに行くわけなんだけど、前回の動画の最後に、まるっきり嘘をついちゃって、これ、来たことあるね、普通に。動画外じゃなく降りて。始めたな。雨降ってきた。ここ、あれだ。以前、シバーの啓示を受けた洞窟で、エピソード出すかでも来たことあるのに、思いっきり勘違いしてた。くれえな、照らすぞ。まあ、ほぼ確実に、扉の先にしるべがあるということはもう分かったので、そこでまあ、飯は飲み食いするわけで。で、前回からぶっ通しでやってるから、グラディオの体力ちょっと減ってるな。で、武器ね、双剣をね、ちょっと試しに、体験に、グラディオも確か装備してたドミネーターに、してみたとこってところで、じゃあとりあえず扉のとこまで行っちゃおう。狭い場所では注意してね。さて、この先行こうだ。よ。ここマップで埋めてなかったな。で、このドミネーターって体験なんだけど、死骸に有効らしくて、道中のボブゴブリンバッサバッサ切れたってところで、これだ。扉あったね。オープンザドア。さあ、ここはどんぐらい深いんだろうか。開いた。よし、行こう。さあ、入った。同じ形状だね。おっと、用心棒がすでにこちらを見ている。前を見ろ。悪かったって。どうだ。さて、どうだ。おっと、いや、ノクト、応戦しろ。パリ、はい、よ。さあ、体験でね、高めのダメージをね、ずっしり与えていこう。よし、完璧。さあ、この辺はまだ分岐なしで。おっと、やろう。あれ、強そう。見つけろよ。痛い。おい、狭くはないと思うんだけど。体験。これで決めよう。ほら、硬いな。よし。一体誰を狙ってる。悪い。さあ、用心棒ダブル。ほら、あ、刺された。パリ、あれ、ガードしてるんだけど、また刺された。で、こっちの用心棒倒したい。あ、倒れた。パリ、パリー、あいつの体力を受けてみろ。終わらすぞ。よし、本気だぜよ。あ、パリ、体験ダメージ高いけど、ちょっとテンポが悪くなるな。さあ、深い深い。おっ、おお、やる。ガニメです。ファントムソード使っとくか。あ、普通に余裕かもしれない。あ、ちょっと切りすぎてる。
放火ゲット。ホテルのベッドにダイブして。俺もグラディオ、悪いけど今日キャンプ無理だわ。どっちから来たっけ。こっちでいいのか。さあ再び用心棒。危ない。休み。もしかしたら体験できるよりも普通にアルティマブレードで連弾した方が強いのかも。さっさと先に行こうぜ。敵がウィーク状態になった時にドミネーターで切るのがいいのか。さあ分岐部屋だ。ダメだ、マジ受け付けねえわ。余裕で相手ができそうだな。だな。さて前回は3分の1の確率はことごとく外れたわけだけど、正面行ってみよう。さて用心棒かこれ。危ない。ぼんやりしてんなよ。誰だ。おっとガードしたかったけどリンク攻撃か。おっと毒だハリー。さあこっちの用心棒ハリー。グラディオ行け。さあウィークだ。早く終わらそう。さあ次の層先を急ごう。ああ外れかな。あ外れじゃない、先がある。こいつらダメだ、マジ受け付けないわ。お当たりか。スケルトン多いよ。扉に近づいたスケルトンはもうはめちゃう。このままさあこれ分岐の当たり部屋だったんじゃないだろうか。よし当たりだこれはきっと。ほら受けてみよう。ミネーター容赦はしない。ドミネーターのその速いモーションを出してくれる操作が分かればいいんだけど。一体誰を狙ってる。どこだどこだ。無事に済んだ。ウェンウェン言ってるけど。お、シルベだ。今日はここまでにしたらどうだ。オーガニクス、これ持ってたはず。違う。持ってるもんね。オーガニクスは大丈夫。基本的に体勢は上がるけどリボンついてるからある程度いけるっしょ。じゃあ飯食うか。体がベタベタで気持ち悪い。ほんと疲れた。今日の飯はこれ、キノコ串の3種盛り合わせ。これステータス以上をほぼ完全に防ぐって見落としてたけど結構いいんじゃないか。ほぼリボン状態ってことだよね。タイミングバッチリだぜ。怖えこの写真。うっすら写ってる。これ見えるだけでグラディオとイグニス。なんだこれ、保存しとこう。よし行こうぜ。行こうか。行こう。こっちだ、うん、状態上向こうでどれだけ楽に行けるか。
あれアラム社？用心棒と同じ系統か。あ、バックアタックがすげえ効いた。やっぱり俺強えわ。喉元すぎればく。正直ギリギリだったよね。さてと、ちょっと体力多いやつだこれ。痛い。油断したな。常にガードする勢いでた。うわ強い。グラディオ行け。もう一丁。もうグラディオだけダメージカンストしてもいいぐらいの威力だな。スケルトン。俺一人でやれそうじゃない？いい感じだ。当然。ん？あれ？まだいる？あ、いた。逃がしはせんぞ。すごいね、やっぱ。さあ、さらに下って分岐部屋かアラム社。ハリー。あ、アラム社あんまり体力自体多くないんだ。ハリー痛い。戦い慣れてきた。まあな。さあアラム社一体撃破。ガード不可か今の。ハリー容赦はしない。終わらせた。本気だぜよ。さあっておそらくここも分岐部屋だね。今どっから来たっけ。すげえ俺たち頑張ったよね。よくやったんじゃねえか。こっから来たのか。厳しかった。じゃあ右行ってみよう。連続で同じ分岐部屋でしたってのは今のところなかったから当たるといいんだけど。暗くてないと投げにくいか。なんとかなんねえのかこの暗さ。よし次当たりか。ここはもうちょっと当たりの雰囲気がどうだ。お、当たりじゃね。お前はファントムソード行きだ。いや強いファントムリンク。もう死んでるって。はあ、俺生きてる。今すっげえ焼肉食べたい。プロンプト焼肉定期が出て当たりか。当たりっぽいな。よし今日は月がある。さあ前回は確か分岐部屋が2つあったから、違う3つあったから、今回4つあってもおかしくないな。またスケルトンだ。調子いいじゃねえか。当然。
アラムシャ、なんかアラムシャより用心棒を雇った方がいいと思うんだけど。終わりか。倒した。さあ次どんどん下に行くぞ。誰が掘ったんだろうな、こんなに深く。俺生きてる。今すっげー焼肉食べたい。また焼肉プロンプト食べたくなって。あれ？あれ？ここゴールかもしかして。さあ今回はやたら早くボスが来た。前回に比べれば。こいつはなんだ、チャンドラハルマ、あ、鉄巨人の類だな。まずファイヤー。体力はあんまり多くなさそうだけど、近接がちょっといまいちだな。これ魔法好きにしよう。魔法たくさんあるから。そうだな、ブリーザーが4連。やばっ。ある程度攻撃しつつ、あ、捕まれた。待て、早々にダウンした。ポーション、グラディオ、あ、グラディオは効くな。かわして、魔法だ。あんまり効いてないアイコンは出てるけど普通に効いてるな。あー、強めの一発。待てよ、一旦メガポーションを使って、でファントムソードだ。おー、あんまり効いてない。やっぱり魔法が一番か。リンク、どんどんリンク。さあゲージが見えない、 HP ゲージが見えない。だいぶ減ったな。敵もだいぶ弱ってきてるぜ。で、イグニス、遠慮なくやらせてもらうわ。待て、イグニス、あれ、イグニス助けれない。待て、エリクサーで。グラディオ GO。 お、よろめいた。体験、さあ、あとちょいだけど。終わりか。もう一丁。よし、グラディオ大活躍。エンハンスソード。また焼肉かーい。どんだけ焼肉食いたいんだ。ここは結構浅かったな。で、今手に入った剣は誰武器というか、むしろノクト武器か。あ、片手剣か。最高ランクって書いてあるけど、アルテマブレードの方が強いんだよな。アルテマブレードでいいね。よし、ここクリア。ひとまず出よう。さて、ここは結構優しかった。制圧完了。あー、しんど。はあ、やっと出られた。じゃあ今回はここまでにして、さあ次回から若干推奨レベルが高めになっていくな。これどこだ、ドロール。あー、これ今度こそは、これ、うん、動画外で行った場所だと思う、多分。
それじゃあ次回はカイムがこの辺にあって、ここがダンジョンか。じゃあ次回はこのドロールというダンジョンの奥地の脅威を倒すといった感じで、じゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。